朝鮮半島の日本人の運命は。西村慎吾の時事通信ナンバー1155、平成27年12月29日号、朝鮮半島の日本人の運命は。12月29日、本日朝刊は、第1面に次の大見出しがある、産経新聞、慰安婦、日韓合意、最終的、不可逆的に解決、日本、新財団へ10億円。増撤去は努力目標。決着に疑問。この見出しのうちで、正しいのは、決着に疑問、だけだ。そして実行されるのは、日本、新財団へ10億円、という具合になる。あとの見出しはすべて誤報だ。つまり、この度の韓国との外相会談は、平成26年5月の北朝鮮とのストックホルム合意と同じだ。ストックホルム合意で、北朝鮮は日本の制裁解除と朝鮮総連本部ビルの使用継続を獲得した。その上で、北朝鮮は日本人再調査という約束をすべて無視した。つまり、平然と約束を破った。この度の外相会談で、韓国は外相からの直接のお詫びと、総理からの電話でのお詫びを受けた。そして、10億円を日本から受け取るだろう。さて、これは何を意味するのか。言わずと知れたことではないか。日本は、従軍慰安婦問題で日本に非があることを認めたのだ。つまり、日本は慰安婦の強制連行を認めたのだ。ここにおいて、事実をもて対処する原則は没却され、強制連行という虚偽をもて貶められた日本と日本人の名誉は回復される機会を奪われた。そもそも、韓国やアメリカ各地に建てられた。日本軍は20万人の朝鮮人女性を強制連行して性奴隷にした。と嘘を刻んで、日々日本と日本人の名誉を傷つけているあの像の撤去が、努力目標、だと。お前、舐められたのだよ。バカ。いやはや、外相は、これを、最終的、不可逆的に解決、と自画自賛したわけだ。経験から学ばないのか、何回騙されたらわかるのか。相手は、日本人ではないんだ。お詫び、をして終わるのは日本人だけ。お詫び、をしたら始まるのが、韓国、朝鮮そして中共ではないか。ましておや、あの韓国の外相は、日本の世界遺産登録問題で見事に嘘をついた男ではないか。日本では、嘘をつくことは悪いことである。しかし、韓国、朝鮮そして中共では、嘘をつくことは悪くなく、騙されることが悪いことなのだ。ともかく、韓国は、最終的、不可逆的に解決。とはしゃぐ日本の外相と電話で謝ってきた総理を見て、白票を踏む思いの経済がこれ以上悪化すれば、日本からの緊急支援が開始される条件が整ったと、ほくそ笑み安堵している。これが彼らの目的だったのだ。腹に据えかねるとはこのことよ。以上、不可逆的解決についてのコメントはこれで止める。ところで、12月も後半になり寒さが身に染みてくるこの時期、いつも思うのは、拉致被害者が抑留されている北朝鮮は、もっと寒いだろう。どうしているのか、ということだ。彼ら、彼女らは、きっと、新年を祖国日本で過ごせればどれほど幸せかと、日本からの救いを待っている。日本政府は、70年前の慰安婦に振り回されているが、現在の自国民の不幸にどれだけ取り組んでいるのか、冷淡すぎるではないか。さらに言う、70年前の朝鮮人慰安婦、売春婦にこれほど関心を示すのならば、70年前の朝鮮半島にいた日本人の消息にもっと関心を示せ。70年前の朝鮮半島は闇だ。その闇は、満州やシベリア以上だ。70年前に満州やシベリアからソビエトに抑留された人々のことは調査が進みよくわかっている。しかし、70年前に朝鮮半島にいた日本人の運命はわからない。はっきり言って、何万人殺されたのかわからない。ストックホルム合意に、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨の引き渡しが書かれている。そして、北朝鮮は、日本人の遺骨一体につき200万円の支払いを要求した。その結果、北朝鮮の無駄残業では、同国の国家予算をはるかに上回る巨額な金を日本からせしめることになる。ということは、膨大な何十万人かの消息不明の日本人が北朝鮮の土に埋められているということだ。青森県八戸在住の方が、ご自分の母親の体験談を私に教えてくれた。満州から歩いて引き上げの途上。
北朝鮮に入ると、武器を持った兵隊に女だけ240人が集められて収容された。日本に帰国できたのは、そのうち80名だけである。また、1000円を出せば、日本に行く船に乗せてやると言われて1000円を朝鮮人に渡した人は全員帰国していない。また、処刑士には、ぜひ、日本人少女、ヨーコ、川上、ワトキンズさん、アメリカ在住、70年前に北朝鮮から日本に引き上げてくる時の体験を書いた。日本人少女ヨーコの戦争体験記、竹林遥か遠く、ハート出版、を読んでいただきたい。想像を絶する過酷な体験である。実に多くの日本人が朝鮮人に殺されている。今朝の新聞の見出しのように、70年前の朝鮮人従軍慰安婦問題に関心を示すのならば、それ以上に、70年前の朝鮮における日本人同胞が一体何人殺されたのか、その運命に関心を示さねばならない。